新人の王玲さんです。じゃあ、みんなに挨拶を。おはようございます。この度、営業二課に配属となった王玲と申します。中学時代からテニスをしていて、体力には自信がありますが、日本語はまだまだですので、どうかよろしくご指導ください。新人の王玲さんです。じゃあ、みんなに挨拶を。 新人の王霊さんです。じゃあ、みんなに挨拶を。新人の王霊さんです。じゃあ、みんなに挨拶を。おはようございます。この度、営業二課に配属となった王霊と申します。おはようございます。この度、営業二課に配属となった 王と申しますおはようございます。この度、営業二課に配属となった王霊と申します。中学時代からテニスをしていて、体力には自信がありますが、日本語はまだまだですので、どうかよろしくご指導ください。中学時代からテニスをしていて、体力には自信がありますが、 日本語はまだまだですので、どうかよろしくご指導ください。中学時代からテニスをしていて、体力には自信がありますが、日本語はまだまだですので、どうかよろしくご指導ください。もう一度聞きましょう。新人の王玲さんです。じゃあ、みんなに挨拶を。おはようございます。この度、 営業二課に配属となった王麗と申します。中学時代からテニスをしていて、体力には自信がありますが、日本語はまだまだですので、どうかよろしくご指導ください。いらっしゃいませ。上海商事の王麗と申します。広報課の木村様と二時に打ち合わせのお約束をいただいているんですが。そうですか。 では、そちらにおかけになって少々お待ちください。大変お待たせして失礼しました。広報課の木村でございます。上海商子の王霊でございます。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。いらっしゃいませ。上海商子の王霊と申します。広報課の 木村様と二次に打ち合わせのお約束をいただいているんですが。いらっしゃいませ。上海商事の王霊と申します。広報課の木村様と二次に打ち合わせのお約束をいただいているんですが。いらっしゃいませ。上海商事の王霊と申します。広報課の木村様と 二時に打ち合わせのお約束をいただいているんですが。そうですか。では、そちらにおかけになって少々お待ちください。そうですか。では、そちらにおかけになって少々お待ちください。そうですか。では、そちらにおかけになって少々お待ちください。 大変お待たせして失礼しました。広報課の木村でございます。大変お待たせして失礼しました。広報課の木村でございます。大変お待たせして失礼しました。広報課の木村でございます。上海商事の王礼でございます。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそ。 よろしくお願いいたします。上海商事の王霊でございます。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。上海商事の王霊でございます。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。もう一度聞きましょう。いらっしゃいませ。 上海商事の王霊と申します。広報課の木村様と二時に打ち合わせのお約束をいただいているんですが。そうですか。では、そちらにおかけになって少々お待ちください。大変お待たせして失礼しました。広報課の木村でございます。上海商事の王霊でございます。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそ。 よろしくお願いいたします。いらっしゃいませ。上海商事の D と申します。広報部の山本様と2時半にお目にかかることになっております。かしこまりました。ただいまお取り次ぎいたしますので、そちらにおかけになって少々お待ちください。お待たせして大変申し訳ありませんでした。 私、広報部の山本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私、上海商事の D と申します。こちらこそ、どうぞよろしくお願いいたします。お礼です。これからお世話になりますが、よろしくお願いします。田中です。こちらこそ、よろしく。日本語が上手ですね。どこで勉強したんですか 大学で日本語を専攻していました。そうですか。ところで、王さんは趣味は何ですかそうですね。テニスが好きですね。そうですか。じゃあ、今度一緒にやりましょう。会社の近くにコートがあるから。ありがとうございます。ぜひお願いします。この度、こちらに配属となりました。 ソンパと申します。大学では日本語専攻でしたが、日本語以上にサッカーに熱中していました。これから一生懸命頑張りますので、よろしくお願いいたします。この度、こちらに配属となりました、ソンパと申します。この度、こちらに配属となりました、ソンパと申します。 この度、こちらに配属となりました、ソンパと申します。大学では日本語専攻でしたが、日本語以上にサッカーに熱中していました。大学では日本語専攻でしたが、日本語以上にサッカーに熱中していました。大学では日本語専攻でしたが、 日本語以上にサッカーに熱中していました。これから一生懸命頑張りますので、よろしくお願いいたします。これから一生懸命頑張りますので、よろしくお願いいたします。もう一度聞きましょう。この度、こちらに配属となりました、ソンパと申します。 大学では日本語専攻でしたが、日本語以上にサッカーに熱中していました。これから一生懸命頑張りますので、よろしくお願いいたします。大連から参りました大井と申します。大学で日本語を専攻していましたので、日常会話は何とかできますが、仕事の方ではわからないことが多いと思います。どうか、 よろしくご指導ください。大連から参りました、大井と申します。大連から参りました、大井と申します。大連から参りました、大井と申します。大学で日本語を専攻していましたので、日常会話は何とかできますが、 仕事の方ではわからないことが多いと思います。大学で日本語を専攻していましたので日常会話はなんとかできますが仕事の方ではわからないことが多いと思います。大学で日本語を専攻していましたので日常会話はなんとかできますが仕事の方ではわからないことが多いと思います。 どうかよろしくご指導ください。どうかよろしくご指導ください。どうかよろしくご指導ください。もう一度聞きましょう。大連から参りました大井と申します。大学で日本語を専攻していましたので、日常会話は何とかできますが、 仕事の方ではわからないことが多いと思います。どうかよろしくご指導ください。この度、アメリカ支社からこちらに参りました、リ・ビンビンと申します。あちらでは主に個人向けの営業を担当していましたが、今回は企業向けの部署と聞いて少々緊張しております。どうぞよろしくお願いします。 この度、アメリカ支社からこちらに参りました、ディ・ビンビンと申します。この度、アメリカ支社からこちらに参りました、ディ・ビンビンと申します。この度、アメリカ支社からこちらに参りました、ディ・ビンビンと申します。あちらでは主に、個人向けの営業を担当していましたが、 今回は企業向けの部署と聞いて少々緊張しております。あちらでは主に個人向けの営業を担当していましたが、今回は企業向けの部署と聞いて少々緊張しております。あちらでは主に個人向けの営業を担当していましたが、今回は企業向けの部署と聞いて少々緊張しております。どうぞよろしくお願いします。 どうぞよろしくお願いします。もう一度聞きましょう。この度、アメリカ支社からこちらに参りました、リ・ビンビンと申します。あちらでは主に個人向けの営業を担当していましたが、今回は企業向けの部署と聞いて少々緊張しております。どうぞよろしくお願いします。お疲れ様です。 営業部の王麗ですが、佐藤次長お願いします。すみません。次長は今ちょっと席を外してますが。ではまた後ほどかけ直します。お疲れ様です。営業部の王麗ですが、佐藤次長お願いします。お疲れ様です。営業部の王麗ですが、佐藤次長お願いします。 すみません。次長は今ちょっと席を外してますが。すみません。次長は今ちょっと席を外してますが。すみません。次長は今ちょっと席を外してますが。ではまた後ほどかけ直します。ではまた後ほどかけ直します。 ではまた後ほどかけ直します。もう一度聞きましょう。お疲れ様です。営業部の王礼ですが、佐藤次長お願いします。すみません。次長は今ちょっと席を外してますが。ではまた後ほどかけ直します。はい。天津工業総務部でございます。 上海商人の王霊と申しますが、木村様はいらっしゃいますかはい、少々お待ちください。お待たせしました。木村です。いつもお世話になっております。王霊です。ああ、どうも。はい、天津工業総務部でございます。はい、天津工業総務部でございます。 上海商事の王霊と申しますが、木村様はいらっしゃいますかはい、少々お待ちください。上海商事の王霊と申しますが、木村様はいらっしゃいますかはい、少々お待ちください。上海商事の王霊と申しますが、木村様はいらっしゃいますかはい、少々お待ちください。 お待たせしました。木村です。お待たせしました。木村です。いつもお世話になっております。王麗です。ああ、どうも。いつもお世話になっております。王麗です。ああ、どうも。もう一度聞きましょう。 はい。天津工業総務部でございます。上海商人の王麗と申しますが、木村様はいらっしゃいますかはい。少々お待ちください。お待たせしました。木村です。いつもお世話になっております。王麗です。ああ、どうも。はい。山川食品でございます。いつもお世話になっております。東洋システムの主と申しますが、 森様お願いしますどうもお久しぶりでございます森でございます今日はどういったご用件でしょうあのそろそろ洗浄機の点検にお伺いしたいと思いましたはい山川食品でございますはい山川食品でございますいつもお世話になっております 東洋システムの主と申しますが、森様お願いします。いつもお世話になっております。東洋システムの主と申しますが、森様お願いします。どうも、お久しぶりでございます。森でございます。今日はどういったご用件でしょう。どうも、お久しぶりでございます。森でございます。 今日はどういったご用件でしょうどうも、お久しぶりでございます。森でございます。今日はどういったご用件でしょうあの、そろそろ洗浄機の点検にお伺いしたいと思いました。あの、そろそろ洗浄機の点検にお伺いしたいと思いました。あの、 そろそろ洗浄機の点検にお伺いしたいと思いました。もう一度聞きましょう。はい、山川食品でございます。いつもお世話になっております。東洋システムの主と申しますが、森様お願いします。どうも、お久しぶりでございます。森でございます。今日はどういったご用件でしょうあの、 そろそろ洗浄機の点検にお伺いしたいと思いまして。はい。天津工業総務部でございます。上海商人の王玲と申しますが、木村様お願いします。申し訳ございません。あいにく外出中ですが。では、伝言をお願いできますかはい、どうぞ。 ご注文いただいた商品は明日の朝10時にお届けしますとお伝えください。商品が明日の朝10時に届くということですね。わかりました。私、総務部の加藤が受けたまわりました。加藤さんですね。ではよろしくお願いします。失礼します。はい、失礼します。はい、天津工業総務部でございます。 はい。天津工業総務部でございます。上海商人の王麗と申しますが、木村様お願いします。上海商人の王麗と申しますが、木村様お願いします。申し訳ございません。あいにく外出中ですが。申し訳ございません。あいにく外出中ですが。 申し訳ございません。あいにく外出中ですが。では、伝言をお願いできますかはい、どうぞ。では、伝言をお願いできますかはい、どうぞ。ご注文いただいた商品は、明日の朝10時にお届けしますとお伝えください。 ご注文いただいた商品は明日の朝10時にお届けしますとお伝えください。ご注文いただいた商品は明日の朝10時にお届けしますとお伝えください。商品が明日の朝10時に届くということですね。わかりました。私、総務部の加藤が受けたまわりました。商品が 明日の朝10時に届くということですね。わかりました。私、総務部の加藤が受けたまわりました。商品が明日の朝10時に届くということですね。わかりました。私、総務部の加藤が受けたまわりました。加藤さんですね。ではよろしくお願いします。失礼します。加藤さんですね。 ではよろしくお願いします。失礼します。もう一度聞きましょう。はい。天津工業総務部でございます。上海商人の王霊と申しますが、木村様お願いします。申し訳ございません。あいにく外出中ですが。では、伝言をお願いできますかはい、どうぞ。 ご注文いただいた商品は明日の朝10時にお届けしますとお伝えください。商品が明日の朝10時に届くということですね。わかりました。私、総務部の加藤が受けたまわりました。加藤さんですね。ではよろしくお願いします。失礼します。はい、失礼します。はい、松田直樹です。いつもお世話になっております。 村田工業の C と申しますが、江藤様はいらっしゃいますか申し訳ありません。江藤はただいま外出しておりますが。そうですか。よろしければご伝言を受けたまわりますが。では、お願いします。ご注文いただいた部品は、明日の朝10時に納品できますとお伝えいただけますでしょうか。部品は明日10時に納品していただけるということですね。はい。 よろしくお伝えください。はい、かしこまりました。では、よろしくお願いします。失礼します。はい、松田直樹です。はい、松田直樹です。いつもお世話になっております。村田工業の C と申しますが、江藤様はいらっしゃいますかいつもお世話になっております。 村田工業の C と申しますが、江藤様はいらっしゃいますかいつもお世話になっております。村田工業の C と申しますが、江藤様はいらっしゃいますか申し訳ありません。江藤はただいま外出しておりますが。そうですか。申し訳ありません。江藤はただいま外出しておりますが。そうですか。 申し訳ありません。江藤はただいま外出しておりますが。そうですか。よろしければご伝言を受けたまわりますが。よろしければご伝言を受けたまわりますが。よろしければご伝言を受けたまわりますが。では、お願いします。ご注文いただいた部品は、 明日の朝10時に納品できますとお伝えいただけますでしょうか。では、お願いします。ご注文いただいた部品は明日の朝10時に納品できますとお伝えいただけますでしょうか。では、お願いします。ご注文いただいた部品は明日の朝10時に納品できますとお伝えいただけますでしょうか。

もう一度聞きましょう。はい、松田農機です。いつもお世話になっております。村田工業の C と申しますが、江藤様はいらっしゃいますか申し訳ありません。江藤はただいま外出しておりますが。そうですか。よろしければご伝言を受けたまわりますが。では、お願いします。ご注文いただいた部品は、明日の朝10時に納品できますとお伝えいただけますでしょうか 部品は明日10時に納品していただけるということですね。はい。よろしくお伝えください。はい。かしこまりました。では、よろしくお願いします。失礼します。はい。上海商事 B です。お疲れ様です。今日そちらの空港へ迎えに来ていただくことになっている本社の A です。実は今、こちらの空港なんですが、 霧で封鎖されていて出発の時間がまだわからないんです。そうですか。それは大変ですね。では、事務所で待機しておりますので、出発時間がわかり次第ご連絡ください。すみません。またご連絡しますのでよろしくお願いします。はい、上海商事 B です。はい、上海商事 B です。 お疲れ様です。今日そちらの空港へ迎えに来ていただくことになっている本社の a です。お疲れ様です。今日そちらの空港へ迎えに来ていただくことになっている本社の a です。お疲れ様です。今日そちらの空港へ迎えに来ていただくことになっている本社の a です。

それは大変ですね。では、事務所で待機しておりますので、出発時間が分かり次第ご連絡ください。そうですか、それは大変ですね。では、事務所で待機しておりますので、出発時間が分かり次第ご連絡ください。そうですか、それは大変ですね。では、事務所で待機しておりますので、出発時間が分かり次第ご連絡ください。 すみません。またご連絡しますのでよろしくお願いします。すみません。またご連絡しますのでよろしくお願いします。もう一度聞きましょう。はい。上海商事 B です。お疲れ様です。今日そちらの空港へ迎えに来ていただくことになっている本社の A です。実は今、こちらの空港なんですが、 霧で封鎖されていて出発の時間がまだわからないんです。そうですか。それは大変ですね。では、事務所で待機しておりますので、出発時間が分かり次第ご連絡ください。すみません。またご連絡しますのでよろしくお願いします。